思考の正体、人間の脳と量子コンピューターの共通点とは。真実の目へようこそ。私たち人間は身の回りにある他の物体と同じように化学物質で構成されています。しかし石や机などが意識を持たない一方で、脳と呼ばれる化学物質の集合体は意識という現象を生み出し思考するという能力を持っています。なぜ脳は思考能力を生じさせることができるのか。これは現在の科学者たちにとって極めて複雑で難解な問いです。ところで皆さんは量子コンピュータという名前を聞いたことはあるでしょうか。量子コンピュータは量子力学のユニークな性質を利用して、従来のコンピュータでは不可能な速度で複雑な計算や処理を行うことができる革新的な技術です。近年、脳と量子コンピュータについて深く探る中で、これら二つの全く異なるシステムの間に驚くべき類似点が発見されています。今回は我々の脳が本質的には量子コンピュータなのではないかという仮説について考察していきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いくださいね。まずは量子コンピュータとは何か少しご紹介します。量子コンピュータは量子力学の原理を応用して動作するコンピュータのことです。従来のコンピュータはビットという単位で情報を処理しています。ビットは0か1の値しか取ることができませんが、複数のビットを組み合わせることで複雑な情報を表現、もしくは計算することができます。これに対し、量子コンピュータは量子ビットという単位で情報を処理しています。量子ビットの最大の特徴は、0と1の状態を同時に存在させることができる重ね合わせという量子力学的性質を持つ点です。つまり、量子ビットは0、もしくは1を表すことに加えて、0と1両方の状態を同時に表すこともできます。さらに、量子ビットは量子もつれという現象も利用しています。量子もつれは、複数の量子ビットが相互に深く結びつき、一つの量子ビットの状態が他の量子ビットに即座に影響を及ぼす現象を指します。これらの特性により、量子コンピュータは高度に絡み合った計算を効率的に行うことが可能になり、量子コンピュータと現代のコンピュータの能力の差は、現代のコンピュータと昔のソロ版の間にある差と同じくらい大きいと言われています。そのため、従来のコンピュータだと数万年もの時間を必要とする計算や処理が、量子コンピュータなら一瞬で終わらせることができるようになりました。そのような高速な計算や処理がどんな役に立つのか例を挙げてみます。数年前、Google が量子コンピュータ分野で大きな躍進を遂げたと発表した直後、ビットコインの相場が暴落しました。これは量子コンピュータによる高速な計算能力が暗号通貨の根幹となる暗号化技術に重大な影響を与えるという懸念から起きたものでした。具体的に説明すると、量子コンピュータはビットコインの取引記録を改ざんできる可能性や、プライベートキーを解読して資産を不正に取得できる可能性があると危惧されたのです。そして、もっと身近な例として、私たちの SNS アカウントや銀行口座などのパスワードも一瞬で解読できるほど、量子コンピュータの演算能力は恐ろしいほど高度です。その計算、処理能力を駆使して、人工知能、医療研究、科学研究、様々な分野で革命を起こすことができ、人類の文明レベルは間違いなく、量子コンピュータの実用化によって一段階上がります。ただし、量子コンピュータは現在、開発の初期段階にあり、特定のタイプの問題でのみ、その高速な計算能力を実現できます。あらゆる計算や処理で、この高速性を活用できる実用的な段階に達するには、まだ数多くの技術的課題が存在します。量子コンピュータという技術の開発、発展は日々絶えず進んでいますが、実はその根本的な原理となっている部分、量子力学という学問、あるいは理論には数多くの未解決の問題が残っています。正直なところ、人類が量子力学の本質を解明するまでには、まだまだ途方もなく長い道のりがあります。ただし、理論の根本的な部分がはっきりと分かっていなくても、量子の挙動が分かっていれば、それを利用して量子コンピューターを作ることが可能です。これは量子力学に限った話ではなく、例えば飛行機もその飛行原理がまだ完全に解明されているわけではないにもかかわらず、我々はその原理を利用して効果的に航空機を設計し運用することができています。
これは実用主義的アプローチ、プログラマティズムと言います。しかし、私たちは飛行原理を完全に解明していなくても、安全かつ能率的に飛行機を飛ばすことができますが、それに対して量子コンピューター技術を完全に実現し、効率的に運用するためには、量子力学についてより深い理解が必要です。そこで、我々が最初に探らなければならないのは、量子コンピューターの超高速の処理能力がどこから来ているのか、という疑問です。先ほどご紹介した量子ビットの0と1の状態を同時に存在させることができるという話はこの問題の答えではありますが、本当に知りたいのはもっと根本的なところです。つまり、なぜ量子ビットは0と1の状態を同時に存在させることができるのかということです。この疑問の答えは量子コンピュータの力の源に触れるものでもあり、同時に人間の脳がなぜ高度な思考能力を持っているのかという疑問の回答にもなります。それでは今からこの質問の答えを探りながら、なぜ人間の脳が量子コンピュータと同じだと言われているのか、その理由も見ていきましょう。私たち人間は非常に高度な思考能力を持っているとされています。普段、私たちはそれを当たり前のように駆使しているので、これらの能力をすごいと意識することはあまりありませんが、ここでは改めて脳の機能がいかに高度なものか確認してみましょう。私たちはこの現実世界に実在していない物事を想像することができます。例えば、青いリンゴを想像してくださいと言われたら、即座にそのイメージを脳内で作ることができます。しかも、その過程は複雑な計算や入力変数の調整、例えば特定のリンゴの大きさや密度などの要素を必要とせずに、単に想像するだけで、この世に存在しない青いリンゴについて脳内で具体的なイメージを作り出すことができます。この例からわかるように、私たちの脳は基地の事実から確実な答えを得る能力を持っているだけでなく、知らない情報や経験したことのない物事についても感覚や勘で想像もしくは推測することができます。それでは次にもう一つ例を見てみましょう。2たす2は4。誰でもこの簡単な足し算を瞬時に解くことができます。しかし、私たちの脳が具体的にどうやってこの答えを導いているのか、そのメカニズムは未だに完全には解明されていません。これも人間の脳が宇宙よりも複雑だと言われているゆえんです。最近、ある研究チームがこちらの研究で、人間の脳がどのようにして簡単な数学的計算の答えを導き出しているのかについて調査しました。この研究によれば、人間の脳は簡単な足し算や引き算を行う際に、脳の一部が問題を理解しようとしている間に、別の部分がすでに解決策に取り組み始めていることが分かりました。これを詳しく説明すると、まず、私たちの脳には約1000億近くのニューロンが存在します。2たす2のような単純な算数問題を解く際、脳は通常のコンピュータが行うように、一部のニューロンを使って単純な1と0の二進法で問題を解くのではなく、多くのニューロンを統合して複雑な処理を行っています。これは従来のコンピュータが使用している単純なバイナリの仕組みよりもはるかに複雑な、脳の各部分が同時に並列処理を行うプロセスです。人間は何か行動した後、物事を終えた後、もし別の選択をしていたらどうなっていただろうと考える傾向があります。これは人間の特有の思考能力の一つで、反事実的思考と呼ばれます。実際には起こらなかったことについて、もし起こっていたらどうなっていたかを考える。これもまた人間特有の能力です。例えば、もし別の学校に行っていたら、今はどうなっていただろう。もしこの人と結婚していなければ、今はどういう人生を送っているだろう、といった思考です。従来のコンピュータ、もしくは人工知能は、このような思考能力を持っていません。以上で挙げたのは、脳の機能のほんの一部ですが、これらの機能や能力について考えることで、なぜ私たちの脳が量子コンピュータと似ているのかがわかります。量子力学では、量子の状態は確定しておらず、いくつかの可能性の重ね合わせ状態にあります。しかし、観測を行うと、量子は特定の状態に収縮します。これは、観測されるまで、量子が複数の状態に同時に存在することを意味しますが、実際に測定すると、一つの状態に決まる、という現象です。
これについての詳しい説明は割愛しますが、もっと深く知りたい方は、以前投稿した量子力学総集編、もしくは量子力学が示唆した世界の本質という動画を見ればよく理解できます。マイクロスケールの世界に存在する、この世界を構成する小さい量子が、なぜ普段は重ね合わせの状態にあり、人間によって観測されると瞬時に一つの確定した状態に収縮するのか。その理由は現段階で科学者たちにもまだはっきりと分かっていません。この現象の背後に隠されている何らかの根本的な法則やメカニズムは現代物理学の最大の謎の一つなのです。この謎に対して1950年代に物理学者のヒュー・エベレットが多世界解釈という仮説を提唱しました。この仮説によると、量子が観測された時に、収縮は実際には起きておらず、代わりに世界がその瞬間に分岐して、新たな世界がそこから生まれます。つまり、ある量子が複数の状態にある場合、それぞれの状態に対応する異なる世界が存在し、観測を行うと、我々はそのうちの一つの世界で生きることになり、他の可能性は他の世界で実現される、ということです。一見非常に大胆な仮説ですが、特に最近になってこの多世界解釈は科学界で多くの支持を得るようになっています。ではこれは量子コンピュータや私たちの脳とどういった関係があるのでしょうか。多世界解釈の内容に沿って量子コンピュータの力の源を解釈してみると、次のような結論が得られます。先ほどご紹介した通り、量子コンピュータは量子ビットを利用して計算を行っています。これらの量子ビットは一つの状態ではなく複数の可能性を同時に重ね合わせて持っています。これは複数の可能性を探索することが可能であることを意味します。具体的には量子コンピュータ内の量子ビットが複数の重ね合わせ状態を取る際、それぞれの状態は異なる世界の結果を表しています。そして量子には量子もつれという特性があり、量子もつれを持つこれらの量子は異なる世界間の通信の道として機能し、すべての平行世界から情報を集めることで超高速の計算を実現することが可能になります。さてここまでの話を念頭に、次は脳の話に移りましょう。ここからは今回の本題でもある仮説、私たちの脳は量子コンピューターであるについてお話ししていきましょう。この仮説を聞いて 32×56という掛け算さえ暗算できない私の脳が量子コンピューターであるわけないだろうと反論する人もいると思います。確かに私たちの脳は計算という面においてはそれほど能力は高くありません。これは人間の脳を量子コンピューターのように機能させるには物理的な制約があるからです。まず人間の脳内は比較的高温で、様々な科学的、電気的活動が絶えず行われています。このような不安定な環境では、量子もつれを安定して維持することができないため、量子コンピュータのように複雑な計算を人間の脳が行うことはできません。つまり、人間の脳は、量子コンピュータが必要とするような精密で安定した量子状態を維持するのに適した環境ではないため、計算能力の点で言えば、人間の脳はそれほど強力ではない、という結論になります。しかし、私たち人間の認知能力に関しては話が別です。私たちの脳は量子コンピュータのように複雑な計算を行うのではなく、量子的な特性を利用して異なる種類の情報処理や意思決定を行うことができるのです。先ほどご紹介した脳の機能である並列処理、イメージング、そして反事実的思考はその例です。さらに私たちの直感や決断、創造性などの単純な論理的思考だけでは説明がつかない部分に関しても量子的な特徴を持っています。具体的にどういうことなのか反事実的思考で説明します。先ほどの例をご自身の頭の中でも思い浮かべてみてください。もし別の学校に行っていたら今はどうなっていただろう。もしこの人と結婚していなければ今はどういう人生を送っているだろう。そのように考えた際、様々なシナリオが想像されるはずです。このプロセスは量子ビットが複数の可能性を同時に重ね合わせて持つ量子コンピュータの機能に類似しています。具体的には、もしこの人と結婚していなければと考えているとき、私たちはその選択がもたらすであろう様々な結果や状況を心の中で同時に探索し評価します。これは量子コンピュータが
複数の計算結果を同時に探索するプロセスに似ています。さらに、私たちの日常生活での決定や創造的な思考においても、このような反事実的な想像力が重要な役割を果たしています。例えば、創造的なプロジェクトを考えるときや、重要な決定を下すときに、私たちは様々な可能性や選択肢を頭の中で模索し、最適な選択を導き出そうとします。これらの過程は、私たちの脳が量子コンピュータのように複雑な計算を行っているわけではないにしても、量子力学的な性質をある程度利用して、より複雑で創造的な思考を可能にしていると考えることができます。また、脳のイメージングや並列処理といった機能も量子コンピュータの概念と関連しています。目に見えない物事や場面を心の中で視覚化するイメージングという人間の能力は、量子コンピュータが様々な状態の重ね合わせを通じて複数の可能性を同時に探索することに似ています。並列処理も脳が複数のタスクや情報を同時に処理する能力を示し、これも量子コンピュータが同時に多数の計算を行う能力と類似しています。さらに興味深いことに、先ほどもお話ししましたが、量子コンピュータの超越した計算能力の源の一つの仮説は、量子もつれを通じて異なる世界観から情報を集めているのだという発想ですが、人間の脳も同じ仕組みであるのなら、私たちが今までの人生で想像してきた全てのことは、一つ残らず他の平行世界で実際に起きてきたことだという理屈になります。同時に、私たちがいるこの世界で起きていることも、他の平行世界にいる別の自分が脳内で想像した一つのシナリオなのかもしれません。この観点で見ると、私たちが行う創造的な思考、直感的な決断などは、単なる脳内の科学的反応や電気的活動にとどまらず、量子レベルでの複雑な情報処理と深く結びついている可能性があります。例えば、あるアイディアやインスピレーションが突然ひらめくとき、それは単に脳内のランダムな思考プロセスの結果ではなく、実際には量子レベルで異なる可能性の組み合わせや情報の集約が行われているのかもしれません。このようなプロセスが私たちの創造性や独創的な思考を可能にしているのです。そうであれば、ある意味、科学者や芸術家たちは創造者ではなく、無数の平行世界にある既存の知識や情報の発見者であると言えるでしょう。そして、もしこの仮説が正しいのであれば、必然的にもう一つの疑問が浮かび上がってきます。そもそも、なぜ私たちの脳は量子力学を利用して思考するのでしょうか。考えられる答えはエネルギー効率です。人間の脳はわずか 20W 程度の消費エネルギーで機能しており、これは一般的な電球一つが消費するエネルギー量と同じです。しかし、その極めて小さなエネルギーで、脳は膨大な量の情報を処理し、複雑な認知作業を行うことができます。なぜそんなことが可能なのか。考えられる理由は、脳が量子物理学の特性を利用しているからです。例えば、脳内の約800億本の神経繊維を通る信号を強化するためには、軸索の膜にあるチャンネルでイオンを動かす必要があります。このような作業は古典物理学に基づいて考えれば、わずか 20W のエネルギーでは実行できないとされています。しかし、量子力学の特徴を利用することで、脳が持つ限られたエネルギーの範囲でこれを達成することが可能になります。実際のところ、脳内の様々な活動は量子力学の特徴を持っているのではないか、という研究結果も多数発表されています。いつか機会があれば、それらの研究もご紹介したいと思います。もちろん、以上はあくまで僕の個人的な推測に過ぎませんが、もしこの仮説が正しいとすると、私たちが日々経験する意識の奥深さや複雑さは、私たちの脳が量子レベルで様々な可能性や情報を統合していることの結果である、とも考えられます。これは、人間の意識や認知に関する研究に対し、新たな方向性を示唆しているのかもしれません。そして、もう一点興味深い話、少し怖い考えでもありますが、いつか量子コンピューター技術が理論上完璧な水準にまで進化したら、それらのコンピュータは人間の脳の認知能力に加え、高度な計算能力をも持つことになります。つまり、それらは人間の知性を大きく超越した存在になる、ということです。その時の人類社会がどのようになるのかも非常に気になるところです。それでは、今日もご視聴ありがとうございました。